ナターシャ・オスモクロビッチは、クロアチアのバレーボール選手。ポジションは、ウィングスパイカー。元クロアチア代表。クロアチアザグレブ出身。1994年に、クロアチア代表に初選出され、翌年のワールドカップに出場。1994から1995年シーズンには、日本のひそみつ製薬で、 1995から1996シーズンは伊東洋カドでプレーしていた。代表ではバーバライ・エリッチと共に1990年代後半のクロアチア役心の原動力となった。この時ナターンシャレとの名前でプレーしていた。欧州選手権では1997年と1999年で銀メダルを獲得した。1998年の世界選手権。 ワールドカップに出場した。2000年6月のシドニー五輪世界最終予選では、初のオリンピック出場権獲得に大きく貢献した。同年9月のシドニー五輪に出場し、7位となった。その後は、代表から離れ世界各国のクラブチームを渡り歩き、2007から2008シーズンは、欧州チャンピオンズリーグで、ベストレシーバー賞を受賞した。 2009年にトルコリーグの強豪フェネルバフチェに移籍し、ガモはナズラとチームメイトであった。2011から2012シーズンからは、アゼルバイジャンリーグの強豪をラビタバクーに移籍した。2011年の世界クラブ選手権で優勝に大きく貢献し、大会 MVP、ベストスコアラー賞、ベストスパイカー賞、ベストレシーバー賞を受賞した。2012から2013シーズンは、 ロシアリーグのディナモモスクワへ2013から2014シーズンは VBC チューリッヒでプレーした。VBC チューリッヒでは佐野優子とチームメイトであった。ありがとうございます。